はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。コスケです。今日のお題目はレザークラフトのためのデザインとデザインアイデアとインスピレーションみたいなことをちょっと話しながらねやろうかなと思うんだけど、そうね、まあまあいろいろなんとなく頭にこれを話そうあれ話そうっていうのはあるんだけど、この俺の動画の話をして、まあ知り合いとね、で毎日あげてんのって、いや毎日あげてる、毎日みたいな話になって、えじゃああれで1日に何度も何本も撮ってるもんって、少なくなってきたらねって言って、えじゃあそのために着替えてるんですかって、着替えねえよっていう、はいってなわけで、こいついつも同じ服着てるみたいなことになりそうなですが、そんなことはどうでもいいよねってな感じで今回も始めます。よいしょ、ああ始まっちゃった始まっちゃった、始めるつもりはなかったんですが、ポッとこう挟んだら始まっちゃいました。よいしょ、このホルダーにね、はい、ってな感じでレザークラフトのためのデザインアイデアとインスピレーション、これもね俺過去に何度か話してるなーっていう内容で、重複する内容になっちゃうかと思うんだけど、うん、なんだろうね、何にもない漠然としたところから作ろうと思うから誰かのパクリになっちゃうとか、なんて言うんだろうな、誰かのを見て影響されちゃってそれに似たデザインになっちゃうとかさ、そういうことじゃない？だから難しいんだよね。何にもないとこからさあデザイン考えてみろって言ったって、そんなもん浮かびやしねえよって俺は思うわけよ。うん、でどんなところからじゃあって、そこにね、イマジネーション is more important than knowledge っていう、アルバート・アインシュタイン博士のね、言った言葉がそこに、ね、貼ってあるけど、これね、次男坊が買ってくれたんですよ、俺に。誕生日の時かな。すっごい嬉しくてね、これ。俺がアインシュタイン博士好きなの知ってね、プレゼント買ってきてくれたんです。それにね、もう思いっきりそうやって書いてあるんだけど、なんだろうな、このイマジネーション、そう、イマジネーションってすっごく大事で、知識なんかよりよっぽど大事で、イマジネーションっていうのは、俺の勝手な考えですけど、自分の中からこう湧き出るものであり、ノーレッジって知識なんていうのは、いくらでも学ぶことができる、覚えていくもの、経験するものだと思うんだけど、イマジネーションとかインスピレーションね、なんていうか、ただ何もない子はさあやれってもできない、じゃあどうすんだっていう、やっぱ自分の好きなものに身を任せるっていうのがいいんじゃないかなって。あれ糸がない、糸がない、新調しようか、せっかくだから。よいしょ、うん、ビニボーのぶっといやつをハサミチョン、はい、青棒、汚れるので JK ワイパー、なんて言うんだろうな、自分の好きなもの、例えばよ、俺の中に今かなりホットな話題はフェアリー Z なんだけど、どうしようかな、糸に染み込ましてもいいけど、溶けるんだよね、この青棒って、油で。
してこすりつけます。これ研磨剤なんで、だからそのまあデザインの盗用みたいなんじゃなくって、そのフェアレディ Z に何か感じるものとか、例えばよ、あの横から見たサイドウィンドウの形が俺好きなんだよねって、この R がねとか、なんかあのビューティフルアイって昔は言われてたでね、 S30Z の2シーターの横のウィンドウの形って美人の目の形みたいなに、そう言われてみればそう見えるよなっていう、その美しいラインとか、これこういう感じのラインがただの直線じゃつまらんから、このカードポケットのここのラインに、ああこういうラインを引きたいよねとか、それはパクリとは言わんだろうって思うじゃん。ね、とか配色とかさ、ねえ、マットブラックとオレンジのあのサファリラリーに出た時のあのボンネットがね、要は反射で眩しくないようにって聞いてるけど、本当かどうか知らんけど。ね、あの黒い思い切った艶消しのボンネットってなんてことするんだと思うじゃない。でもあの色の配色が妙に好きでかっこいいなって思って、オレンジで黒のステッチライン、あこれいいじゃん。で同じようなことを思ってる連中っての心にはそのデザインが響いたりするわけじゃんって思ってるんですよ。なんもないところからさあやってみろっつったって、なかなか出てくるもんじゃないとは思うよね。でもそうやってなんかきっかけになるもの、自分はどんなものが好きなんだろうとか、あれ、そしてヘリ落としがない、どこ行った、これ動画見返したらそこらにポンって置いたのが映ってそうだけど、あ落ちてた、ここに落ちてた、すっげえ久々に糸を新調しました。どんだけ使っただろうな前の糸。ね、ヘリ落としを研ぎます。こうやってこれはシクスティレザーさんがやってるのを見て、あこの方法いいなと思って、はい、俺も同じ方法で研がしてもらってます。何がいいって歯があんまり減らない、これこうやって研いでる分にはね、それがいいよね。よし、手をよく拭いて、でこれは落としてあるよね、はい、そうガンダムが好きって言って、ガンダムってすごいいろんな、なんだろうな、あの参考になるデザインとかあるよね。なんていうんだろう、インスピレーションがの塊じゃない、なんか刺激されるじゃない。ねえ、そうだな、俺はなんかそんな風にあっちこっちから刺激されてるっていうか、自分の好きなものをこう並べてるだけみたいな気はするけれど、だからなんだろう、アメカジ好きのとかね、車が好きとかバイクが好きな人が作るアイテムはどちらかというとそっちへ寄ってくがいいと思うんだよ。あの普段ね、ネクタイなんか締めたことねえよっていう、まあ俺は締めたことないわけじゃないけど、
アウトローな人がビジネスシーンでやねこうや活躍しそうな上品なレザーアイテムを作れってたってねえ何それってなるじゃない。だから自分のなんだろう好きなものみたいなところに思いっきりこうなんていうのかな寄せて、だから好きに やればいいんじゃないのってとらわれることなく、まあそれが難しいって言うんだけどな、なんか若干まっすぐじゃない気がする。少し修正します。散々パラさプラモデルだなんだ作ってきたから、その車の造形とかなんていうのかなバイクとかね、それで車を作っちゃダメだと思うのよ。ね、それから生活スタイルとかさ、海が好きとかマリンスポーツをやってるなんて言ったら、おのずとそっち側のにこうなんていうのかな影響されたデザインとかってなんか出てくるもんじゃん。だからこうレザーのアイテムを見て学んで、人が作ってるものを見て学んでじゃなくって、全く関係ないような一見全然違うところからでもなんかヒントだったりね、刺激されるものがあると思うんだよな俺は。そういうところの刺激を受けて、自分が好きだからこそその刺激が身にこうなんていうの入ってくるわけ で、自分と同じような趣味の人っていうのは必ずいると思うんだよやっぱり。だからそういう人の心に響いてくれるんじゃないのかなって、なんか偉そうなことを言ってますけどって思うのよね。だから例えばさ、まあ俺はもうドンってこうやって作ったデザインの刻印を押してしまうけど、これをねこうトン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 やる人たちだっているわけでしょ。そういうなんていうのかな、それにはまだ図案があったりなんだりするけれど、そういうのをね別に何か常識にとらわれることなく自分の好きなものをこうやればいいんじゃねえのかなと思うんだよね。で、人はみんなこういうのが好きって言うけど、俺好きじゃないんだよね、俺こういうやつの方がいいと思うんだよねっていうのを前面に出すのがいいんじゃないって。そんなことをやってるとさ、多分あんまり人と被んないと思うけど、どうだろう。これでいこうか。何枚かね、もう作業が済んでるものがあるのよ。なぜかこれ汚れてる。だからなんだろうね、流行ってるからって流行ってるからそれに乗っかろうって思っても
分かりやすいのがトラッカーウォレットとかさ、トラッカーウォレットを流行ってるから俺も作ってみようっていうんじゃなくて、トラッカーウォレットってどういう人たちが作ってた、好まれてね流行ったものなのっていう、でその歴史みたいなもんがあってさ、そういうところの住民が作るトラッカーウォレットはやっぱりその本物の香りがするというかね。伝わるかな、どうだろう。よいしょ。要はトラッカーウォレットっていうのは、そうね、ビジネスシーンとまるで正反対なところにあるものじゃんっていうことですよ。はい、よし。よいしょっと。まあまあ今日ね、今回もいろいろとくっちゃべりましたが、まあね、究極なんかに縛られてんから、なんかに縛られてるんですよ。だからなかなかこうアイデアが出なかったりするで、そういう縛られてるものを全部一回ぶっ壊しちゃえばっていうのがなんかアドバイスというか、なんていうかね、いいんだよ人と違ってって、同じもの作ろうとするから余計ね思い浮かばねえんだよって思いますけど、そんな感じかな今回の動画の締めはね。だからまあなんか強みを生かすみたいなもんもあるかもしれないね。なんだろう、今や自分の得意な、なんていうのかな、仕事としてなんかやってることがあったら、あー、キッポイル。よいしょ。それをさ、生かしたデザインとか、なんか、技法ね、全くレザーと関係ないところで、あの 京都の京友禅川ってね、最近ちょっとやってないですけど、なんてまさにさね、京都の織物のね、友禅の機械でを使ってね、革にこう模様を刻むとかさ、素晴らしいアイデアだと思うよね。まるで別なところからのアプローチみたいなのはすごく魅力的ですよね。どんな業界でもね、なんかねほじくってれば、おこれ使えるかもっていうのがあるような気がするんですよね。うん、例えばほら自転車のさ、交換したチューブとかあるじゃん。あのチューブを使ったこう、まあレザーじゃないんだけど、あのペンケースとかさ見ると、あーこれ考えたやつすげえなーって、最初に思いついたやつすごいなーって思ったりもしたりね。うん、そこにはほら素材としてはね、あの革ではないんだけど、レザークラフトでね使う、僕らがいつもやってるような技法で物が作れたりとかさするわけですよ。でなんか、うん、そんな偉そうなことを言うて、俺もそんな大したことはしてないかもしれないけど、でもなんか何かの皆さんのね、あのヒントというか、お役に立てたらいいなとか、何かにこうとらわれちゃってる人が解放されたのなら、それはね、とても今回動画撮ってよかったなと思うところです。よし、これ
下ごしらえだけはしてから運動しようかな。いや腰が痛いんですよ。はい、そんな感じで今回の動画は終わろうと思います。また遊びに来てね。バイバイ。